ストちゃんです。おーい、お世話になりました。なぜヘッドコーチがいたんですか？いや、一回出てみたかった。なるほど、なるほど。なんか楽しそうにストちゃん芸人としていろいろやってるやん。それでちょっと羨ましい。そうそう、今回お題とお題は何でしょう？お題はですね、まあ、この雰囲気からも分かるように、はい、ストークス料理王選手権。イエーイ、来ました、来ました。何作るんですか？今日はですね、はい、まあ、一番分かりやすいんで、そうだ、チャーハン。チャーハン、チャーハン対決。イエーイ。これはね、簡単に見て難しいと思いますよ、ね、でもなんか個性出そうじゃないですか。いや、そうですね。そうそう、何入れるか、いろいろ具材ありますね。料理は得意というか何でもできて、でもちっちゃい頃から作ってたんでね、今日は絶対に勝ちたいと思います。森山さんは？俺も毎日作ってる。あ、それはもう、はい、自炊しまくってますあまりやったことはないですけどイメージはめちゃめちゃります。どうこの手際の人。いや、やっとる、やっとる。ありがとう。ゴロゴロさせよう。そうですね。今度重たい。こんなごつい。取っても初めてだし。あ、そう。卵溶くのも怖くて。大学入ったの。審査員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 。おお。二個ぐらい入れとこうか。もったいない。はい、もう落ち着いてんな。おい、ここでパニックに。米やばいな。米やばいね、これ。いや、これ腕やろ。なんか、もち米みたいな。このためにもう塩コショウ。結構入れますね。いや、大丈夫です、大丈夫です。目分量で。もう目分量、目分量。一旦必殺、油を投入します。足油ね。まあ、バラバラになるかは知らん。いや、まず、そうですね。やばい。ネギ。ネギ、ネギ。最後にも味でよ。おお、大変。いや、これあんま使えねえ。薄いですよ、たぶん。で、味の素が大事なんです。完璧や。最後、醤油。ダメだな、豪快やな。豪快やな。だよ、いいですね。あの、そうだな。完璧です。完成。完成です。薄い。薄い。うん。うん。いつも通りの味。うん。家のチャーハン。家のチャーハン。家のチャーハン。やっぱりチャーシューの味が強かったですね。大きいから、うん、でも美味しい。
肉もらえれば全然何でも美味しいから。あ、やばいって。まずは手際の良さ何点ですか？手際は5点です。はい、ありがとうございます。手際はめちゃめちゃ良かった。いいや、うん、味3点。あ、でもいいね。2じゃなくてよかった。平均あるから。平均ある。盛り付け気にしなかったな。盛り付け2点で。はい、じゃあ10点ですね。10点、計10点。10点、ありがとうございます。手際だけ、手際の男。いや、お前、手際の男。フォークでこうやって、おおおお、こうするだけで、こうなっとったらまあ切りづらいけど、これちょっとペタッとちょっと押さえて、でここからこう、これだけでみじん切り。簡単やん。これだけでちょっとやってる感あるやん。やってますね。あ、僕、豚バラ使います。豚バラも肉だけで。サーロインとか使っとけよ。神戸牛とか買っといてもらえるのかな。ほんま、お肉好きとかで送らせて。イージーだろ。今日ちょっと変わり種行こうと思ってて、この次何すか、それ食べるラー油。大道にもいっぱい入ってるでしょ。だからそれもこうアクセントにいいかな。辛いの大丈夫？ダメ？これ審査員ですからね。審査員ですから。これやってるな。ちょっと先に混ぜる。でも辛すぎんかったら大丈夫。そうそう、先に混ぜる。観察した。オーブンというかさ、ちょっと傾けてさ、こうしたらさ、バリふわふわになるという。うわ。でもすぐご飯。ここも味ほとんどね入ってる。下味がついてます、ね。そうそう。返すの大変やね。ほんまに難しい。むずい。もう。でここにもう肉と。ネギ、マシ、そうだな。で、鶏ガラ、塩、今日はちょっとうまそう。これ入れたいんやけど。入れていいですか？本番ね。あ、ガーメン、マイナスで。いける、いけるか。そうそう、今度はちょっと、身を大きい。あ、なんて。みんな？グッ。オッケー、できました。はい。なるほど。戦後フリーやん。じゃあ、そこも含めてですね。おー、いいじゃん。おー、いいやん。ラー油、ラー油、食べるラー油ちゃん。
ラー油結構入れたじゃないですか、最後、うん、全然こうへんすね、そんなに辛くない、うん、ちょっとニュースケにビビって、うん、ラー油をちょっと減らしたんで、もっと入れていいかな、ほんまに、もっと入れていい、うん、美味しくて良かったですよ、はい、手際の良さ、何点でしょうか。手際の良さ、4点4点、はい、おそれは理由はなんかちょっと下にいっぱい落ちてたから落ちとった、それをヤスがちょっと拾ってて、あ、ほんと？なんか落ちた？すいませんでした。味も4点で、おー4点、もう最後やんじゃね、俺何点でしたっけ、俺10点です、OK、10、食べるラー油、美味しかったです、初めて食べましたね、見栄えも4点です、おーゴールフォーですね、ネギをのしたらって言ったんです、うん、それあったらもっと美味しそうです、さすが見とるなー審査委員長ちゃうな、イメージがな、やっぱやっぱイメージだけ言っちゃ前やな、とはいえじゃあ、ゆうすけさ、そう、ね、どこまでやんねんっていう話でしょ、うん、こんだけ生意気言うたもんほんまに見してもらおうか、やってもらおうか、見てくれや最初はもう緊張してごめんなさい最初は最初は じゃあこれみんな使ってんしやってみようか。おー新しいな、切り方しとけ、レタス、レタス。さあどうする、これはダメっす、ほんまに無理やろこれはどうする、ここか、行ってみ行ってみ、ここやな、おー行った、全部にシーンがあると思ったんじゃ、たぶんあれあれってなってるわ、いけるか、どうしようどうしよう、え、でもここは無理やろ、こうや、こうや、こうや、やってみ、やってみ、はい、選びます、どれ選びます、エビはそういう感じそういう使い方新しいな、新しいな、エビおめで、エビおめで、これは、なんだアサリや、アサリ、アサリや、バターは初めて見た、でかっ、あ、切れてる切れてる、言ってる入ってるし切れてるし初めて見たそのバター、うん、はい、はい、どうしたいの、これ知ってるからなんで、斬新だな、おすいません、気をつけてね慌てるね、慌てないように、あ、いい匂い、まあいいね、どこで回してるまあまあ高ないぐらい、うまそう、うまそう、マジでうまそう、あとは味やな、こっからやな、味付けこれ1本変えてるもんな、やっぱ味付けやな、思ってるよりかわいい、あー、多いよ、多いよ、いいよ、あー、行こう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 、いや、でも案外いいかもしれん、シビ切る時の聞き方や押して引くんだよ、ああ、はい、こんぐらいでいいですか、そんだけでええのお前、数えれるだよ、お前えい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 
ミシュランに出てきそうな感じ。バターもすごいね。あでもイメージ通りできたから。うざ。イメージはあったので。うざ。ということで自己採点はどうですか。いいな。2点。2点。味は5点です。見た目ももちろん5点。第1回、ストークス料理対決優勝は森山さんでーす。いやまあなんか緊張しましたね。人に作るの経験がねそんな家族以外ないんで、いやでも良かったです。皆さんねいろんなこう美味しいレシピとかあればここまで送ってください。出ない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 第2回も、頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。